今富山駅に到着しました。これは駅前ですね。すごい。僕はこれからですね、電鉄富山で岩瀬浜に行きます。もう一回駅のコンコースに入ってきたんですけど、どこの、あった総合案内で聞いてみましょう。今電鉄富山のですね、富山駅にいます。これからですね、岩瀬浜っていうところに向かいます。これ電鉄富山の路線図ですね。今富山駅に行って、岩瀬浜は最後なのかな。岩瀬浜駅に到着しました。岩瀬浜は白エビの里だって、富山港が右側だって。行ってみよう。ここはですね、富山港展望台に来ました。立派だね。あ、これあった。富山港超感じだって。現在地ここ。でも後半に流れてる川が神通川か。こういうところなんだね。ここなんだ、久保商店って書いてあるね。山陣久保商店、47銀行跡地。47っていうんだか47っていうんだかね。登録有形文化財道場屋、江戸公駅から活躍した北前船、北前船主の海鮮問屋の家です。岩瀬五大家の筆頭に挙げられます。今馬場家、旧馬場家住宅ですね。いいよこれ、大きな家で。こういう風になってるんだ。うわ、なんだろう、流しになってたんだな昔。ここはなんだ、蔵か。1番蔵と2番蔵って書いてあるな。
ふら場外の穴なんだね。ここが母屋ですね。老いっていうんだ、広間。すげえな、何畳あんだこれ。ここは畳33畳あるんだ。ああ、これ上見て、すごいこれ上。天井すごいや。33、この畳の配列面白いよこれ。奥に行くと、床の間か。床の間になったで、こっち、ここ8畳、8畳だね。8畳間、ここも8畳間なんだ。座敷、昔から言ってた座敷が。ここか。で、こっちが4畳半。で、縁側に出て、うわー、何新座敷、新しく作ったところみたいですね。中庭だ。ここは中庭で、すごいな。ここは何？ここから、あそこが天窓になってるのか。天窓になってる。ああ、明かり取りになってるんだ。さっき来たとこ、これ、ここが茶の間なんだって。茶の間。神棚がある。北陸銀行やってんだ、岩瀬支店。ただ営業してるんですよ、これ。北陸銀行、北陸銀行を旧岩瀬銀行だったんだって。北陸銀行、これ釣り具屋さんなんだけど、いいんだよな、味があるんだよな。佐藤釣り具店さん、看板、魚が釣れてる絵なんだよね。ほらほら、変わってるよなこれな。東岩瀬駅に到着しました。意外に近かったね。あの列車が折り返してくるのかな。ポートランド。